ミーミーチャンネル始まるよ。ミミ大工さん、はい、ちょっと来てもらっていいですか？はい。このね、はい、壁を白に塗り替えたいんですよ。ほうほう、ペンキ塗りをしてもらいたいということでしょうか？そうなんです。任せて。バラバラですね。クレープってこういうところを柔らかくしてからやる。さすがですね。全部剥がしていいでしょうか？はい。ケイさん、すごいですね。ペンキ塗るときまずこれ剥がすんですね。塗るときにボコボコだと塗りにくいんです。あ、さすがですね。今おいくつなんでしょうか？お客さんに年聞くんですか？ミミ大工さんおいくつでしたっけ？43歳って言ったの。すごく心強いですね。噂のね、ミミ大工さんに手伝ってもらえて頼もしいです。小人が住んでるかもしれませんよ、この家。小人？はい。なんでそう思うんですか？ああ、こういうところからアリエッティ出てくるんだよね。そう。おお。はい、これ石の置き。今剥いだので塗りたいと思います。塗り塗り。大工さん、こういうペンキ塗りはよくされてるんですか？いや、お客さん頼まれたのは初めて。初めてなんですか？おお。ゴミ袋持ってきてください。はい。耳大工。はい。もうほら汚れちゃったんですね。ミミ大工さん、雨ですけど大丈夫ですか？はい、雨こそやるんですよ。ユニフォームが随分汚れてますね。大丈夫？あ、いやいや、大丈夫大丈夫。よかったね。楽しい。耳大工さん、私も手伝っていいですか？私あなたの弟子なんで。耳大工が届かないところを。上から来て。そうですか？はい。本当に鱗みたいになりますね。あ、ついちゃった。Meow.
任せて。よし、楽しいだよ。バイクでお客さんに頼まれたの初めてだからな。じゃあの本番僕のところで初めてなんですか？はい。え、でっかい事務所の壁をやったことあるので、ね、100点満点もらったので、プロです。なんか手際がいいですね。お顔も大工さん、お顔もなかなか。大工さん、休憩しますか？休憩したくない。ヘラでやる、ヘラ。ヘラやりやすい。ねえ、大工さん、はい、休憩しなさい。ありがとうございます。どうぞどうぞ。好きでしょ、これ。ないし、ああ。お子ちゃまですね。お、かっこいい飲みっぷり。後でゲップが出ちゃうかもね。やる気が戻った。お、いいですね。目に見えて色が変わっていくから楽しいよね。梨いただきました。おいしいね。うまっ。梨だっけ。2番目に好きな果物。1番はリンゴ。青リンゴ。青リンゴにハマってるもんね。めっちゃ味ない。超面白かった。ちょっとどの時ちょうどギリギリかかった。間違いなかった。まだ全然終わってなかった。終わってないっす。何円だったこの種類。2万円ぐらい。2万楽しい。気持ちでしょ。気持ちよいしょ。あれ、よいしょ。みみさん、だいぶすごい綺麗になりましたね。音もべっちょんべっちょんなってるわ。べっちょんべっちょんって。どうですか、大工さん。どうしたんですか。なんか面白いことがありました。どうしたんですか、大工さん。一体何が。完成しました。イエーイ。素晴らしい。すごいですね。茶色かった壁が真っ白になった。素晴らしい。ちょっと下から見ていきます。じゃじゃじゃん。いやー、ミミさんすごく綺麗になって、超ありがとうございます。はい、ミミさん、ね、大好きな。おお、元気にハツラツ10本セット、すごーい。じゃ、どうもありがとうございました。誠にありがとうございます。ありがとうございました。
なら。今日はお友達のお家の壁をペンキで塗りました。どう？素晴らしい、お疲れ様でした。俺に大好物のミミが大好きだね、それを終わりました。チャンネル登録してね。よければグッドボタンも押してもらったら嬉しいです。バイバーイ。チャンネル登録はチチンプイプイのこちらおすすめの動画はバイバーイ。さよなら。